お昼ご飯にケンタッキーをウーバーしちゃいました。でかーい。いや珍しいですね、我が家がウーバーイーツを頼むなんて。まだちょこちょこやってるでしょ。確かに知ってるよ。月一ね、月一。私が出かけてる時、今日お昼ご飯何食べたんって言ったら、うん適当って言う時は絶対ウーバーしてる。これはすごいよ。すごい、超でかい。あのね、なんだっけ、なんだっけ。特徴あるもん頼んどいて。これはですね、今ケンタッキーで売ってる、はい、デリバリーディップバーレル。ディップ、そう、ディップバーレルっていうやつです。噂の噂の、あ、知ってましたか。うん、知ってたんだ。あの、そういうアプリで見た。アプリで見た、うん、これがね、これがなんかとんでもない量入ってるらしくて、これ買いました。3500円。お得なのそれは。いや、それが結構お得なんじゃないかなって思ったよ。へえ。今日はもうケンタッキーで乾杯しましょう。乾杯じゃないな、お酒もね。何言ってんの。今日はケンタッキー食べましょう。はい、いや、バーレルなんか頼むってさ、クリスマスぐらいやんか、うん、ちょっとおしゃれしちゃいました。あら、おしゃれした。もう見て、これ金の金魚。金の金魚。そう、あら、もうあの緊急事態宣言でさ、ちょっと激しくなってきて外出れないでしょ。そうね、なんかもう家の中でもおしゃれよと思って。金魚、そう。かわいい。もうな、出られなすぎてな、うん、私もう夢でさ、うん、消毒液に浸かる夢みたいな。というわけで中身なんですけども、すげえよ。まず、ナゲットが10個。あー、いきなり、いきなりナゲット10個。へえー、で、ポテト。はあ、ポテト、ポテトも2つで、さらに、はい、クリスピーチキン。すごい量。クリスピーチキンがちょっと折れて洗ったんで大丈夫です。見えちゃうからね。で、クリスピーチキンが4本。おお。で、ここに、あ、隠れてた骨なしチキン。あ、骨なしタイプあるん。骨なしが2つ。どういう原理、どうやって骨抜いたん。さらにオリジナルチキンが6個。すごい。やばすぎだろ。え、こんな入ってるんやん。こんな入ってる。ちょっとさらに盛りきれないな、これ。もうさ、なんか茶色い塊やわ。バーレルの時は華やかやったけど、もうすごい地味やで。うわこれ食べれんの。えぐ、すごいな。こんな感じです。やばい。もうさ、我々さ、アラサーとアラフォーのチャンネルなんだからさ、こちら破天荒すぎやしないかい。で、うん、そう、ディップバーレルって名前だから、はいはい、このディップソースが3つついてる。おっきいね、結構でかいね。何味。明太マヨ、バーベキュー、マスタード。あ、明太マヨ最高だな。え、これをもう好きにディップして食べていいよっていうやつ。好きに、多分多分。で、あとビスケットも頼んじゃいました。なんで。ちょっと食べたかった。よう食べれな。あれ、メープルシロップついてない。あ、あれついた。ね、メープルシロップ。焦るな、お得やな。いやいやいや、いただきます。いただきます。さあ、いやー、どうしよっかな。明太子、美味しそう。ソースいいね。分からんかな。いいっすね、うん、ケンタッキーのマスタードソースはこう粒が入ってんだ。へえ。あ、それ、あ、じゃあどうぞ。狙ってた。これ好きなの。私これしか頼まんねん。え、これだけなんだ。いつもこれにしてくださいって言うね。あ、そう、うん、ありがとう。どうぞ。ちょっともう直ディップでいい。直ディップ、あ、確かにディップした方がいいな。行こう行きます。ディップした方がいいんだって。選んだんだろ。いや、結構そのまま食おうかな。俺ちょっとそのまま食うわ最初。いただきます。うわ、あくまで、うめ、うん、ちょっとピリ辛で美味しい。うん、うん、うまっ。美味しい。え、さらに二度漬け OK？ いいよ、家族だから。うまい。うん、明太子のマヨネーズ合うね。誰が考えたんだろうね、最初に明太子マヨネーズって。さんまさんちゃう。なんでさんまさんなんだよ。あれやん、もともとはさんまさんが広げたって話。マヨネーズにさ、合うものは数あれどさ、明太子が一番合うんじゃないかって思ってるわけ。うん、あ、立
リハ君が、うん、うん、私も思ってるよ多分みんな思ってるか、負けじとどんどん行くよ、うん、どんどん行って。飲み物ないね。ないね。持っとこうかこれ飲み物なし最悪やな。わーい、ありがとう。ペイペイで500円が当たるって。あ、そのシール集めてんのちょうだい。あ、このペイペイチャレンジをねやって少しでもお小遣い増やそうと思ってペイペイで500円当たりたい。地道やな地道な努力です。これこのケンタッキーの、ね、箱に貼っておきますこれ忘れてね、そのまま捨てちゃう。捨てるで、私速攻捨てるで。ほらペイペイおじさん、もう脳内中学生どうなってんの29歳。いや私マスタードつけたい。いいね。俺はこれを明太クリスピー、これ絶対合うと思う。このクリスピーにディップ絶対合う。みんな思ってるよ。え、みんな思ってた、うん、俺が発見したみたいな。俺が発見したんだよ。要素のテンション見れるな俺だけが気づいたやつかと。違うよ、だから入ってんねん一緒に。うわ、いい音、合うでしょうね。マスタード合うと思うんですよ。うん、合うですよねマスタードいいね、ちょっと甘くて。うん、お腹いっぱいにケンタッキーっていいよな。美味しいよね。このさ、大人になった今だからこそこう食えるとこあるよな。ある。学生の時ケンタッキーなんてもうリストからなかったものは、うん、選ぶ選択肢の中に、うん、高いもんね。うん、もうすき焼かマクドしかなかった。うんうんディップする時代になりましたか。いや、マスタードが好きかも。うん、うまいね。うん、全然ディップせずに食ってるけど。なんでやんディップせ。やっぱこう化粧しなくても綺麗だよみたいなありのままの君が好きだなみたいな。うまいこと言ってないこの部位好き。俺あのほぼ全部食えるやつ知ってる。あのちっちゃいやつ。うん、骨が少ない方が好きな。うん、そうね。最近は知らんがな昔はとにかくでかいやつ。うん、あのあばらっぽいやつよ。あ、あるある。あ、今日入ってないな。いや、今食べた。食べたんかい。うん、じゃんじゃんって。俺あのこれいくわ。骨なし。ああ、骨なしのやつ。いただきます。骨なしのやつってどういう仕組みで作ってるんやろな。同じ形やのに。うん、あ、うまっ。食べやすい。ビビる。これ前歯だけできるな。そんなに。うん、今さキモい話していい？やだ。あ、じゃあ終わるわ、うん、また LINE で送ってて。なんで LINE で送るんだよ、夫婦間で。絶対嫌や、こんな食べてんのキモい話聞くのあのね、話すの。あの俺親知らず抜いたじゃん、うん、親知らずとか歯抜いた後って、うん、くぼみができるでしょ、うん、そこに詰まるんだよねキモい話なるべくその抜いた歯の方で食べたくないの。詰まるから、うん、怖いじゃん詰まってさ、うん、塞がっちゃったらどうしようみたいな、うん、そのまま親知らず抜いた穴っていつの間にか塞がってないだって、うん、口内炎と同じ感じじゃない。気づいたらないみたいな。でも非常食でいいやん。うん、なるほどね。まあお腹空いたな、うん、グリグリっぽいって、うん、キモ私はもうね、誰が何と言おうと骨付きが好き。うん、骨付き肉好きだよね。うん、多分な前世は肉食やったと思う。あ、なるほど。ティラノサウルス。前世遠いなやっと来れたんだ。やっとやっと人間になる。恐竜からいろいろ突っ飛ばして人間絶滅してからすげえ時間空いてるけど暇やった。その間何もしてないティラノサウルスの前足はなんでついてるでしょう。え、あ、ちっちゃいよね、確かに。そう、まあ、なんでついてると思う。なんでだろう。走る時別にいらないの、飾りみたいだだだだ。たまにあの手で食うんじゃない。
打って。いやいや、そんな、こっそり。つまみ。家では手で食べます。違う。外ではこういきますけど。外で行儀よくせ。ね、寝るやんか、うん、寝転んだ時に、起き上がる時だけに使うの。よいしょ。え、それだけのため？そう。で、じゃあここないと起き上がれないんだ。そう。もう、コロンって。うん。そう、バランスが悪いからさ。ゴロゴロティラの？うん、ナイス、ゴロゴロティラの。子供向けのおもちゃティラノ大変だね。ティラノの知識豊富やねん。なんで最近なんか番組で取り扱ってだからさっきティラノサウルスって出たのか、うん、番組ってあれかピーチケパーチケ。そうピーチケパーチケ。ピーチケパーチケ、うんうん、ピーチケパーチケ。あのさきちゃんが関西で出てるテレビ番組ですね、うんうん、かれこれ何年ぐらいだったの。10年。10年前って言ったらまだ赤ちゃんじゃない？俺も。うん。どうしたん今日？恐竜博物館みたいなやつ。ティラノサウルス展を紹介させてもらってる。俺になんか魅力をそれ教えて。ティラノサウルス館の。二回言うな。番組見てほしいわ。そう、そう、確かにうまい紹介の仕方だな。あ、結構来るねこれ。うん。結構な量だね。そうやね。ちょっとアラサーとアラフォーにはきついかもしれない。どっかのアホがクリスピー頼んでたけど。結構な量ですよ。クリスピーじゃないです。ビスケットです。クリスピーはこちらです。ビスケットです。うめげんげっちゃ。二度と間違えないでもらえないですね。二度と間違えてもらえないですね。ブワッ来た。厳しいから、オタクは。そういう名前の違いを。知ってる。あ、知ってた。エヴァのネタやりだした時、すんごい大変やった。アスカの腕には腕時計がはめられてるのになんで長木さんは腕時計はめないんですかって。いや舞台で反射するやんって思ってこれこれ使ってくださいって腕時計送られてきたり、うん、でそれでもやらんかったから、うん、どうしてやるこれはめないんですか全然忠実じゃないですよ。モノマネも似てないし最後でも今はもう言われないよね。今はうん、もうだってさそれ言い出したらさ、アスカは14歳なのになんで37歳感想がやってるんですかもうどうしようもないやん。そうだそうだそうだ。ああちょっと限界だな。分かった。普通は食べきるんかな。まあ普通のチャンネルは食べきるだろうね。晩ご飯にするチャンネルだから。これタッパに入れて。ちょっと無理しないでおこう。やっぱアラサーとアラフォーだしさ。うん。そこは無理さえ良くないもん。うん。それはこれを見てるアラサーとアラフォーの人たちがよく分かってる。そう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 。無理して全部食べたとて再生数上がるわけじゃないか。なんてこと言うの別にだって大食いチャンネルでないし、うちらに大食い誰も求めてへんから、まあ、確かに確かに。タイトルにでも爆食いってついてるけど、だってうちら爆食いした自分らの中では。確かに嘘ついてない。確かに今後この後夜食べることも考慮したら1日で爆食いしろ。爆食い爆食い、もう人生において爆食いや人間なんて人生で食べへん日ないもん。確かにな、うん、確かに確かに。人間誰しも人生の中で爆食いしてますもんね、うん、トータルで見たらね。そうだからもう他の日常動画にも爆食いってつけるべきや水族館に行きました爆食い。いやいやいや、ダメダメ食ってる食ってる水族館のやつら